ナンバーアンダーラインアイ福井サンドームカフェでの朝食を徹底解剖。メンバーは何を食べたどんな話をした ?27 日密着レポート詳細な内容、疑問誘発、密着レポート。10月27日、待ちに待ったナンバーアンダーラインアイライブツアー2024が福井のサンドームで開催されます。この日は平野翔、岩優太、神宮寺優太の3人が揃い、 観客のの前で圧巻のパフォーマンスを披露すす。る特別な1日ですファンたちはこの日をどれほど待ち望んでいたことでしょうか。26日に福井に到着したメンバーは、昼過ぎからステージでのリハーサルを開始し、緊張と高揚感が入り交じる中で準備を進めています。平野、岸、神宮寺の3人が一体どのようなパフォーマンスを見せるのか、ファンは息を呑みながら待ち望んでいるに違いありません。 27日の早朝、メンバーは福井のサンドーム近くのカフェで朝食をとり、リラックスした時間を過ごしました。カジュアルな姿で現れた彼らに気づいたファンたちは驚きと喜びであふれ、遠くから温かい声援を送ります。その後、3人はステージに向かい、午前中のリハーサルに取り掛かりました。リハーサルでは本番さながらのエネルギーと集中力が感じられ、彼らの意気込みが伝わってきます。 平野のダイナミックなダンス、騎士の精密なボーカル、神宮寺のステージ上での存在感が融合し、すでに完成度の高いパフォーマンスが垣間見える瞬間でした。昼には短い休憩をとり、軽食を口にして再び本番への準備に集中します。彼らにとって、エネルギーを保ちつつも体調を万全に整えることは欠かせません。何度も練習を重ねてきたセットリストではありますが、 その一瞬一瞬に込められた情熱が、観客にしっかりと伝わるよう心を砕いているのです。サンドームはすでに熱気に包まれ、ファンたちはこの特別なライブの幕が上がるのを今か今かと待ち望んでいます。午後1時になると、ついに、n o ダ l i n e ILIVE ツアー2024が幕を開けます。観客席からは大きな歓声が沸き起こり、福井のサンドームは歓喜の渦に包まれました。 3人がステージに登場した瞬間、場内の雰囲気は一気に盛り上がり、視線がステージに集中します。平野の堂々とした立ち姿、騎士の鋭い視線、神宮寺の優雅な仕草がステージを彩り、ファンはその一挙手一投足に釘付け気です。パフォーマンスが進むにつれて、彼らの個性が引き立ち、まるで一遍の物語を紡ぎ出すかのように観客を引き込んでいきます。それぞれが持つ魅力が重なり合い、 ライブは進むごとに新たな感動と驚きを提供していきます。観客にとっても、3人が織りなすステージは特別なものであり、一瞬一瞬が貴重な体験です。平野が持つ表現力、騎士が持つ熱意、そして神宮寺が持つ温かさが、彼らの歌声とともに心に響き、ファン一人一人の胸に深く刻まれていきます。また、パフォーマンス中には予想外のサプライズもあり、 会場の熱気はますます高まります。ファンの喜びの声と歓声がステージに届き、メンバーもまた、そのエネルギーを感じて力強いパフォーマンスを続けています。すべてのパフォーマンスが終わり、3人がステージから去るとき、観客からは大きな拍手と感謝の声が響き渡ります。その日の夜、彼らは福井の高級ホテルでリラックスしながら、今日のパフォーマンスについて振り返り、 次の挑戦に向けててエネルギーを蓄えていますファンと共有した特別な一日は、メンバーにとってもかけがえのない思い出となり、彼らの成長とさらなる飛躍への原動力となるのです。ファンたちもまた、この日のパフォーマンスを胸に刻み、n バーアンダーライン愛の今後の活動にさらに期待を寄せています。観客にとっても、この福井でのライブは忘れられない思い出となるでしょう。特に、 ナンバーアンダーライン愛の3人がそれぞれの個性を最大限に生かして観客と交流し、ステージ全体を一体感で満たすその姿は、彼らの真摯な姿勢と情熱を象徴しています。平野の大胆で力強いダンスは観客の心に火をつけ、騎士の真摯で情熱的なボーカルは魂に響き、神宮寺の柔らかで優雅な仕草と表現力は心を癒してくれます。この3人がステージ上で一体となるとき、 ファンはまるで夢の世界にいるかのような感覚を味わうのです。そして、ライブの後には、ファンたちの間で彼らのパフォーマンスや一瞬一瞬の感動について語り合う姿が見られます。ファン同士のつながりが深まり、次の公演でもっと応援したいという思いが広がっていくのです。このような一体感や熱気は、まさにライブの醍醐味であり、彼らの音楽が一層特別なものとして受け入れられている証拠でもあります。また 三人が生み出すステージは、ファンにとってだけでなく、自身にとっても大切な挑戦であり成長の場です。彼らは自分たちの限界を超えるため、日々努力を重ね、ファンへの愛情をエネルギーに変えてパフォーマンスを進化させ続けています。この福井でのライブが終わり、三人はホテルに戻りリフレッシュしながら、それぞれの思いを胸に次のステージに向けた準備を始めます。この瞬間もまた、 彼らのキャリアの1ページとして深く刻まれ、これからの活動の糧となるでしょう。ファンにとっても、彼らの成長と進化を目の当たりにすることは、何者にも代え難い喜びです。次のステージで何を見せてくれるのか、どのような感動を届けてくれるのか、期待はさらに高まるばかりです。さらに、今回のライブを通じてファンの期待が一層高まったことを受け、彼らは次なる挑戦を模索しています。 今後のツアーや新たなプロジェクトが進行中であることがうかがえ、特にファンとの交流をより深めるためのイベントやスペシャルコンテンツが計画されているとの噂もあります。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、ファンとの絆を何よりも大切にしており、彼らと共に成長し続けることを強く望んでいます。ナンバーアンダーラインアイの活動は単なるパフォーマンスにとどまらず、音楽やダンス、そして舞台を通じて、 多くのの人に元気気や勇気を届けるものでもであります彼らが常に挑戦を続け、ファンに新しい驚きと感動を届ける姿は、多くの人にとって希望の光となっているのです。そして、彼らの活動が日本国内にとどまらず、アジア、さらには世界中に広がっていくことが期待されています。彼らの活動が国内外でさらに注目を集め、ファン層が拡大していることは、 まさにナンンンバーアンダーアダライン愛の音楽とパフォーマンスが普遍的な魅力を持っていることの証です。彼らは音楽やダンスを通して心と心をつなげる力を信じており、その姿勢はファンにとっても大きなインスピレーションとなっています。特に、平野、岸、神宮寺の3人がそれぞれ異なる個性を持ちながらも、ステージ上で一体となる様子は、見る者に深い感動を与え、その絆の強さがファンにとっても励みとなっています。 彼らの成長を見守ることで、ファンもまた、自分自身の人生に新たな勇気を見出すことができるのです。さらに、彼らが新たに取り組むプロジェクトには、ファンとの交流を強化するためのインタラクティブな企画が含まれる予定です。これにより、ファンはこれまで以上にメンバーの人柄や思いに触れる機会が増え、リアルタイムで彼らの活動を支え、応援できるのです。特に SNS を活用したライブ配信や、 ファンが直接参加できるオンラインイベントの増加も期待されており、彼らがファンとの距離を縮めようとする姿勢は、多くの支持を集めています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、ステージや音楽を通して、勇気、愛、絆を届けることを目指し、今後も挑戦を続けるでしょう。その一方で、ファンたちもまた、彼らの活動に共感し、応援を続けることで、グループと共に成長していくことができるのです。 日本のみならず、アジア全域、そして世界へとその魅力が広がっていく中で、彼らがどのように新たなステージに立つのかは大いに注目されています。福井でのライブは、ファンとメンバーが一体となる瞬間があふれ、共に喜び、共に感動を分かち合う特別な一日となりました。彼らの音楽やパフォーマンスがもたらす力が、これからもさらに多くの人々に届くことを願ってやみません。ファンにとって、 ナンバーアンダーライン愛とともに歩む道は単なるエンターテインメントの枠を超え人生に彩りを添える貴重な体験であり続けるでしょう。